兄ちゃん。ロクタを寝かしつけてたんだ。大騒ぎするから。お父さんが死んじゃって寂しいのよね。みんなお兄ちゃんにくっついて回るようになった。別に待ってたわけじゃないけど、たまたま席空いてるから座れば。な、何ジロジロ見てんのよバカ。こうしてやるんだから、ここをこうしてこうネットに繋いじゃったりなんかして、名前はあああああにしてやる。そしたらこう設定してこうだ。テストで私とフレンド登録してやったから感謝なさい。汗と涙すごいよ。一口目で痛い。口が枯れない。痛がようヘリヘリな。けどいいよこれ。この絵通ったこそ大勢の女を泣かせてきた恐るべき女殺しの一族、スプリングフィールド家の末裔なの。恋人っていうより兄弟みたいだったかも。ねえ千秋、私たち仲いいよね。バキューうわやられた。うん、息は合ってるわ。いやコントじゃなくてさ、もっと真面目にキスとかさ。私だって恥ずかしいけど一応恋人。聞かせスマナイスだらけ。気持ちいい。いや山が動きよる。あいつら何やってんだよ。白く輝く奇跡の花ホワイトリリー。今日は着ないの？いや冗談、秘密なんでしょ。内緒にしておくね。その代わりに私の言うこと何でも聞いてくれるよね。アウト。風次で挽回するだけど。あんたさ、このままじゃマジで消えるよこの世から。猫かぶってんじゃねえよ。いいの？クズ扱いされたまんま消えちゃってさ。悪いのは周りのやつらだろ。心の底でいつも言ってんじゃん。みんな消えればいいですね。あんた毎回よく平然としていられるわね。おかしいわよ。本当だわ。だけどそれでも狭くない？いいわよ笑いなさいよ。いや笑えませんよ。気づいてなかったんだ。悩み事、気が乗らない、緊張、ワクワクで今の尻尾は。この人どれだけ私のこと観察してるの？ちょっと怖いんですけど。ええ、約束するわ。今まで私が一度でも嘘を言ったことがあったかしら。それにここなら人払いの魔法を広範囲にかけられる。お互いのためにもね。行くわよレインボーユリ。サツキ。ごめんね急に。明日のダンスパーティーなんだけど、一緒にダンスパーティーに行こうって誘ってほしいの。冗談なんて言ったら怒るから。私本気だから。私のバカ、私のバカ。いた。ごめん遊ばせ。私が知っているのを教えてあげる。それはこうして忍者ビーム。頑張れミーム。千田さんと一緒だったの？どうしたって何が？そう、私が頼む時には渋るくせに串田さん相手だとすんなり承諾するのね。その違いは何なのか冷静かつ慎重に分析していたところ、すみません。花子くん
ませんよ。こっちはチューなんてされるの初めてなのよ。どうして急にチューなんか。まさか私のことが好きなんじゃ。出迎えご苦労。カールがおらずともこの程度の任務大事に扱うがいいさ。小僧、お主はもっと呪文を知り理解しろ。ソースは貴様をもっと呪文を知り理解しろ。岩永ことこと言います。岩石の岩に永遠の永、楽器のことに子供の子。17歳になりました。息がいいです。ああ、サキさんなら助けるんじゃなかった。ああ、いえ、見殺しにまではしませんが。岩永ことこと言います。桜川九郎先輩の今の彼女です。漫画とかでは学校の屋上でサボっている生徒を見かけるけど、屋上で昼寝なんかしたら肌が日差しに焼けて大変だ。ラケットなんかないからしゃもじで練習したんだけどね。大丈夫、人はこの程度では死なないよ。それに君はまだ死ぬ気もないのだろう。だから頑張れ。そろそろ3時ね。じゃあ行こう、マナ。誰もいない。そんな、部長がちゃんと告知してくれてたはずなのに。うん、ひどい目に遭いました。テオ様は各地を放浪されたのでしたよね。私はテオ様がおそばにいてくださってよかったです。テオ様が爵位を捨ててまでお守りくださった契約です。テオ様が私を必要としてくださる限りお仕えするつもりです。何かやってるみたいだ。別に興味はないけど、戦力になりそうなら連れて行って。契約だからね。言われれば何でもする。あなたがやりたくない仕事はこの私に任せて。呼ぶならエリセでいい。もしよければあなたのことも普通に名前で呼んでもいいかな。